えー、SF 教室第2回宇宙船の歴史っていうのをやってみようと思います有名な宇宙船を並べてみようということなんですけども僕は子どもの頃宇宙船といったらもう大体この形だったんですよねロケット型としててですねここに人が乗ってて車輪がこうここについてますこういうふうに置いてこいつはモーターで走るんですこれが宇宙船というやつでしたしかし60年代アメリカではテレビドラマこの宇宙船「スター・トレック」のエンタープライズ号このロケット型とえらい形が違うん ですよなんでエンタープライズはこんな不思議な形になったのか1970年代にスター・ウォーズが公開されましたスター・ウォーズに出てくるヒーローメカという,う宇宙船といえばこれですねミレニアム・ファルコン円盤の前に何かこう出っ張ってるような形してるんですよ後ろから見てわかるとこれ平たいですよコックピットの部分が横に突き出してると変な形といえば変な形なんですよいつの間にか宇宙船っていうのはこういうなんか不思議な形になっているわけですスター・ウォーズが公開される直前日本の宇宙船艦というかう宇宙船で一番有名な だからこの宇宙戦艦ヤマトだと思うんですね。ここにあるやつです。変ですよね。船なんですよ。船の後ろがロケットエンジンみたいになっていて、なんでこんな形してるのかよくわかんないんですね。 トのの直後ぐらいいは、機動戦士ガンダムのホワイトベースっていうですね、宇宙戦艦じゃないんだね宇宙空母みたいなもんなんでしょうかね、えー、羽ついてるしなんかこう空気抵抗考えない宇宙船みたいな形空気抵抗考えてない感じは宇宙船なんですよところがなでか羽がついてるというですね摩訶不思議な形をしております実はこれ全て法則があるんですよなんでこうなったかそれぞれ全部ちゃんとした理由があってその結果こうなったんだっていう法則があるんです があるとといいうう話を今日はしようと思います宇宙船について徹底的にお勉強してみましょうで宇宙船の歴史年表っぽくしてみました空想の時代1865年から1942年近辺で「未来波と流星期」が1920年代から40年代ですで戦争の落とし後1943年から1955年その後宇宙ブームというのが来ますでその後冷戦米ソ対立の冷戦とです、ね、空飛ぶ円盤ブーム、えー、が来て2001年ショックがあります。アップ 心の季節で、スター・ウォーズと UFO、を日本のアニメ、テロと大事件、今時っていう。だいたいこの11の段階に分けて話そうと思います。今日はその1です。もうそれもですね、全部通して3までいけるかなというぐらいです。そもそも SF っていう言葉自体、1930年代から40年代ぐらいに生まれた言葉で、それ以前はサイエンス・ロマンスというふうに呼ばれてたんですね。サイエンス・ロマンス時代です。世界最初の、ね、SF 映画 で月世界旅行1902年砲弾型の月ロケットなんです、ね、でかい大砲があってそこのお尻から宇宙船入れて大砲を月に向かってドーンと発射するで、お月様にぐさッと突き刺さって砲弾のお腹がパカッと開いてじいさんたちがわーっと宇宙服も着ずに出てるんですこれが世界最初の SF 映画であり世界最初の宇宙船なんです。 明治35年の映画この、ね、原作の小説がジュール・ベルヌの『小説でゲ、ねえー、月世界探検』は1865年に発表されてますその当時の、ね、イラストです左側が発射シーンです、ね、大砲で打ち上げるの同じなんですけどその大砲地面の中に埋め込まれてるんですアメリカのフロリダにある地面の中に埋め込まれた大砲 だここからられす。1865年というのは日本では幕末ですよ。新選組が京都で大暴れしてた時代もうこんなの書いてるんです科学的にきちんと交渉された宇宙船というのを想像され始めたそれ以前に宇宙船みたいなものがファンタジーとしてあったんですけどもこれかななり科学的なんです。その必要な速度なり火薬の量とかあとどうやって、ね、中で人間が衝撃に耐えるのかっていうのもジュール・ヴェルヌちゃんと考えて書いてるんですで その後1901年20世紀になった最初の時イギリスの作家 H.G. ウェルズが「月、えー、世界最小人間」っていうのを書きましたこれはあの後に映画化された時の画像です1963年に映画された。これが H.G. ウェルズが考えた宇宙船です宇宙船っていってもボールみたいな形です周りにシャッターみたいのがいっぱいついてるんですここにケイバーリットっていうです、ね、金属の板が貼ってあってその金属のシャッターが開け閉めできるんです、ねえー、ベルヌが科学的に宇宙へ行こうとしたのに対してですねウェルズは空想的なんですよケバーリッドっていう 物質は重力を遮断するなのでシャッターを閉じれば重力が遮断してです、ね、地球の遠心力で、えー、宇宙船は宇宙へ行くというです、ね、かなり空想的なものだったんです。フランスとイギリスは仲が悪いので当然論争になってウェルズの,あの宇宙船は全く科学的ではないとウェルズはファンタジーに過ぎないウェルズはいや俺のは哲学的だと哲学的に思考するための実験小説だというふうに言ってたんです仲悪い。この2人の作家の人作影響でサイエンンンンスススロロママ科学的なロマンスというジャンルを確立しました で、同時に、ね、SF 映画というジャンルも生まれたんです。えー、以後、SF 小説に登場するイメージをどのように絵にするか。これが SF 小説ヒットの原動力になったんです。やっぱこういう風うに常にどんな絵になるのかっていうのを見せていかないと、売りにならないというわけなんです。SF 小説を絵にするということはどういうことかというと、当時の小説っていうのは新聞が主に発表媒体だったんです。で、その中でだんだん小説が長くなってくるにつれて、新聞の厚みが増してきて、専用の雑誌みたいなものが生まれ始めた。 だったんですドイツ人のですねヒューゴーガンズバックっていう若者は二十歳の頃アメリカに移住しましたでガンズバックは無線雑誌編集者を経て1926年大正2年です世界初の SF 雑誌「アメージング・ストーリーズ」。 を作りました。粗悪な紙、まるで材料のパルプみたいな紙に印刷された小説だったのでパルプマガジンって言われてたんです、ね、ただ表紙だけカラーが使えるんです誰も見たことがないイメージをビジュアル絵にする必要があった「えー、アメージングストーリーズ」の第8号です「地球最後の日」円盤型の宇宙船があって脱出する宇宙船に民衆が押し寄せてるイラストです派手な表紙が載ってたんです、ね、インパクトあったんですよ大人気になったんですおかげで何度も表紙になってます13年後、ススターリングストーリーズ しの表紙かなり進化してるんですよ並べると同じ構図なんですスターリングストーリーズの方は宇宙の箱舟って書いてあって窓がずらっと並んでるは巻型の宇宙船ですねここに象とかサイとか箱舟です面白いのは軍服とかが南北戦争当時というか完全にヨーロッパの19世紀の戦争の時の制服ですだからあくまで人間が着てるものっていうのはその時代を表していて宇宙船とかそういうふうなものだけが なななんんか偉い派手なものになってるでですよでこの構図にものすごく人気があったのでですね日本では小松崎茂げるが1968年にイラストにしてます大阪万博のちょっと前です、ね、これも同じですもう完全にまるパクリというふうに言ってもいいんですねただ小松崎茂の方が派手で面白いんですよ分かりやすく描いてるしこの警備員たちが T シャツっぽい服に銀色のヘルメットっていう宇宙っぽい格好してるところが違うん。さて3つの絵の絵違いそれぞれ元 のイメージででは巨大なな円盤型の宇宙船なんです1939年にはは巻型の円筒形の宇宙船になるんです1968年には先が尖ったロケット型いわゆるロケット型の宇宙船になってますこの3つそれぞれの時代を象徴してますえー、パルプマガジン時代のですね SF 雑誌は第一大戦が終わって大恐慌も終わった後景気が回復していた時代なんです世界中のいろんな町で馬車の代わりに自動車が走るようになってどんな田舎にもパルプマガジン SF 雑誌が 届くようにななった時代なんです鉄道の時速が100キロを超えてきた海の上は1,000人以上乗せた船が走るようになってきたで空の上では飛行機というものが登場してその中で食事すらできるようになったさあ次は宇宙だっていうような時代になってきたんですねなのでその雑誌には何百人も乗るような、えー、旅客用客船としての宇宙船がかかるようになったんですただ最初の頃は宇宙船の形なんて誰もこう正解が分かんないです正しい形の宇宙船というのはよく分かんないんですよ。だから円盤の ようなですね、さっき見せた円盤のような不思議な形をしてたんですけども徐々に読者たちは決まった形ですね宇宙船なんだってはっきり分かるような形を求めるようになったんです、ね、でそんな中1929年のエアワンダーーーストーリーです、ね、宇宙海賊船に襲われです、ね、宇宙海賊船も客船もどっちもは巻型なんですよ細長い形で切断ビームで宇宙船が真っ二つに切られてうわーって人が落ちているえ旅客宇宙船が海賊重船に襲われているという構図です、ね、でその他、えー、アメージングストーリーズの 1934年9月号巨大な宇宙船がニューヨークの近くの公園にまで来ていて人々が手を振ってるというような構図この時代のイラスト両方とも共通してるのはですね巨大な宇宙船っていうのはは巻型といわれるう長細い形してるんです何でこの長細い形してるのかという理由があった元ネタがあるんですイメージ元は当時の宇宙開発ロケット先進国のソ連の映画だったんです。 年の映画、えー、ビルがあってビルから巨大なカタパルトというかレールが斜め上に向かって走ってるんですでそのビルの中を見ると葉巻型のでっかい宇宙船窓が並んだ何百人も乗れるような巨大な宇宙船が横たわっている水平に横たわるロケットは宇宙列車というふうに呼ばれましたこれレーニン号という宇宙船ですこの科学監視をしたチョルコフスキーというロケット工学の父と言われるソ連の人がいるんですがこの人のアイデアで。宇宙列車ととといいうううのは何かというと今で言うとただ 段式ロケットなんですよ。1段目に4段目って発射するロケットなんですけどもその当時ですね鉄道で重い荷物を運ぶ時とかあと山を登る時とか蒸気機関車が何台も連結して列車を押したりするのがあったんですでなので動力が何段もくっついて対象物を押し上げたり引っ張り上げたりすることを列車のようだというふうに言ったのですなので宇宙列車というふうに言われたわけですこういうふうに多段式のロケットでカタパルトで斜め上に打ち上げるタイプです。でかなり これ有名な形でありました結果的に例えば1937年のアスタウンディング・ストーリーズですねはまき型う長い宇宙船というよりよく見るとこのお尻の方曲がってるでしょでこれ曲がってるの何でかっていうとこれも宇宙列車だからなんです宇宙列車なので長くて、えー、連結されていて周りに窓がついてるとこんな風に考えられてたんですね不思議な形ですでトレーニングを巨大なレールのように斜め上に飛んでいくんですけども後のね世代に大きすぎる影響を与えたんです当時の宇宙ファン みんな見てたので後にそういう人たちが SF 作家になったりアニメの監督になったりしたらみんなこれをイメージのもとにしたんです宇宙船というのは巨大な斜め上を向いたレールの上に乗って飛び立てなければいけないという風うに考えたんですその一つが松本零士さんの銀河鉄道39です本当に同じなんですよ <laughs> ちあの地球ステーションからレールが斜めに走っていって宇宙列車が行くと銀河鉄道39だけを見るとノスタルジックなんだ汽車なんだ列車が引 引っ張ってるんだというふうに思うんですけど、いやいやそれは元々はそれ映画の宇宙列車なんだというふうに考えると、なるほど、あれをじゃあ、えー、思い切って蒸気機関車にアレンジしたっていうのがわかるんです。こういうふうになってるんです。で松本レイさんだけではないです。 機動戦士ガンダム逆襲のシャア、スペースシャトルです。レールの上で羽を広げて、レールの上を加速して、レールの端がこう上を向いてるんです。香港の宇宙空港からですね、レールの上を加速して飛び立つ三段式スペースシャトルです。カタパルト式宇宙ロケットです。画面の左から右に向かって上昇してるんです。レールに乗っててもですね、リスペクトしてない作品もあるんですね。これだ、ハリウッド映画の地球最後の日というのに出てくるアーク号という宇宙船なんです。実際映画に作られたやつでは、 もう果てしなく長くなっててその端っこが山になってやっぱ上に向いてるんですよでこの上を加速してアーク号は飛んでいくんですこれ面白いことにソ連の宇宙飛行と反対方向なんですね、えー、銀河鉄道99もガンダムもソ連の映画に敬意を表してリスペクトしてるのでこちらからこちらへ向かって加速するんですよところがこの、えー、地球最後の日のアーク号は逆方向に向かってこれ山の散布港を登ってるんですその後、作られたイギリスのテレビシリーズ宇宙船 XL5 でもリスペクトしてんです ないののでで画面の右から左で加速してるんです映像作品の演出としては前へ進むものは右から左へです、ね、行くのが当たり前だからこれで正しいんですけどもなぜかソ連映画でではそれが逆になってたのです映画をリスペクトしたい人たちっていうのはこっち向きにロケットを飛ばして松本レと富野ですねで別にそんなものも昔の映画だから興味ないよそれよりは映像としてかっこいい方を選ぼうというふうに言ってる人はですね右から左へ飛んでいくというふうになるんですけどここら辺見ても なんかこう。 前の世代の作品っていうのをどれぐらいリスペクトして影響を受けているのかでその影響から出した世代が作るとまたちょっと違ってくるっていうのがわかると思います。1920年代からですね30年代の SF 映画に出てくるんですけどざっとつかめたかなと思うんですけど大丈夫ですか？ハマキ型と呼ばれる巨大宇宙船はこのロケットみたい垂直に着陸するんじゃないんです縦型に着陸するんではなくて横向きに着陸してたんですおまけに船のように、えー 列車のように地面を水平に飛び立っていくのがまあ当たり前だったんですそうやって乗客たちは走ったレールに乗ってほとんどのやつは水平からだんだん斜め上に宇宙空間を飛ぶようにしてました1920年代か30年代ぐらいにこれアメリカで流行った貯金箱なんですけど金属でできてますかなり長い間この宇宙船の貯金箱アメリカで製品化されてたんです宇宙船というのは横向きで先がですね丸いんでこの尖ってる部分というのは実際本当は針みたいなのがついてるんですおそらく飛行船ヒンデンデブルグかな なんかの影響だと思います。ドイツの、ね、巨大飛行船っていうのは前に針みたいなですね、いわゆる係流用の棒みたいなものが出来ててこれで例えばエンパイアステートビルにもやったり繋いだりするようになってたんですけどなのでなんとなく丸い宇宙船の先に針みたいなものがついてるっていうのが 典型的なですね、SF ファンが持つ宇宙船のイメージだったと思ってくださいこういうふうな時代だったんです貯金箱ってものすごく安い大体5セントから10セントぐらいでもうちょっと高い宇宙船のおもちゃっていうとブリキになるんですブリキの宇宙船もこんな形してますなんとなく丸っこくて船のような形してて周りには窓が並んでて、えー、お客さんが乗ってるこういうふうなイメージなんですね。 ステーフサッカーを描く側の人間は、もうちょっと科学的に正しい宇宙船の形っていうのを模索してたんです。科学的に正しいっていうのは、1928年、ダメージングストーリーズで発 発表された sf 小説宇宙のスカイラーの表紙です。作者はスペースオペラの父と言われたイースミスというですね。人が書いたやつなんですけども、主人公のですね。リチャードシートンがですね。新発見の物質 x を使って反重力で空を飛ぶテストをしているというシーンなんです。この頃から宇宙ヒーロースペースヒーローというのが生まれだしたんです。物質 x っていうのは質量をですね。100%の効率でエネルギーに変えることができる夢の物質です。これで宇宙船を作ることを思いついた。主人公のシートンは最高に。科学 科学的な宇宙船を作ったんですよ最高に科学的な宇宙船のデザインがこれです宇宙船なんですそれまでの常識のは巻型宇宙船を主人公が乗っている球形でおまけに透明なんです透明な宇宙船がズバッとぶった切るシーンだったんです敵艦に体当たりして真っ二つにしてるというんです宇宙船っていうのは真空の中を飛ぶからですね本来は空気抵抗とか考えなくて構わないとそれよりも周りの真空から空気を守って容積を最大化する形つまり球体っていうのが科学的に正しいはずだと っていうふうに考えられてこの頃確かに球体の宇宙船すごい流行ったんですよね例えば1939年にアスタウンニングストーリーズに掲載された黒い破壊者のうちに宇宙船ビーグル号シリーズこれ日本版の表紙なんですこれスターウォーズ以降の書かれた表紙なのでデススターのイメージなんですまあこういう球形の巨大宇宙船がしょっちゅう出てくるようになってくるだからスターウォーズのあのデススターもですねやっぱこの1930年代ぐらいのパルプ雑誌へのイメージだと思ってください宇宙船っていうのは本当は球形が一番 合理的なんだという風になってきたこれ書いたのはバン・ボックと SF 作家なんです新人作家なんです合理的な科学的な宇宙船っていうのを想像しようとしてたどり着いたのが球体宇宙船でしたというわけですさて、じゃあここまでをちょっとまとめてみましょう宇宙船の歴史ですまず1965年から1930年代まではフランスで考えられたジュール・ベルムが考えたですね砲弾型から始まってレールの上を走る列車型これソ連ですでその後アメリカ人がそれを歯巻型という風に翻訳してで 最終的に、球形、ボールの形が最も合理的じゃないのかというふうに、アメリカの SF 作家たちが考えついたしかし、これで終わりじゃないんです。よ。1920年代、今度はイタリアから新しい波がやってくるわけです。イタリアンデザインです。1920年代、最初はね芸術運動だったんですけども、後にですね、政治運動とか戦争へと続き、ですね第二次大戦を生み出すきっかけともなった新しいデザインです。それが未来派です。Wikipedia より引用してきました。未来派とはフューチャリズムとも呼ばれ、 過去の芸術の徹底破壊と。 機械化によって実現された近代社会の速さを称えるもの20世紀初頭にイタリアを中心として起こった前衛芸術運動この運動は文学芸術建築音楽と広範な分野で展開された1920年代はイタリアファシズムに受け入れられ戦争を世の中を衛生的にする唯一の方法として賛美したとんでもないことを書いてるんですなかなか面白いですよね未来派は速度が全てで速さが全てであると速度の象徴として流線形というのを 理想としたんです。第3の形ですね。流線型の宇宙船というのが登場するんです。これです。流線型の宇宙船。類的型っていうやつ。これが登場するようになったんですよね。そしてもう一つ。宇宙船デザインを根本から変えてしまう。もう一つの波がやってきます。それはドイツなんです。兵器としてのロケット。ミサイルの誕生です。この形です。でここまで宇宙船っていうのはですね。少年の夢であって、未来や科学への憧れですね。いわゆる甘い香りがするようなものだったんです。急激に血なま臭い存在になる 死とガソリンと破壊と戦争の匂いというふうに言えばいいのかな。世界をあの破壊させる核ミサイルが登場するわけですね、えー。第二次大戦は新たな宇宙船の形を生み出して、それは空想の世界まで侵略し始めるという話です。えー、お疲れ様でした。今日の無料はここまでです。